皆さんこんにちは、レンです。ゆっくりマリサだぜ。今日から麻雀もたまにしていくんだぜ。まあ、初心者だからね。勉強も兼ねてってことで。全くやったことないのか？ほとんどね。略を少し覚えたくらいだよ。いつも思わすで嘘つくことしかしてないからな。誤解を生むようなこと言わない。まあ麻雀も駆け引きのゲームではあるんだが、手配見たら一目瞭然だし、お前には難しいゲームだと思うぞ。そんなのやってみなくちゃわからないよ。じゃあ早速やってみようか。まずは上がった役をダイジェストでどうぞ。どうかな？ほとんどドラばっかじゃねえか。だって思ったより難しいんだよ。難しい役揃えようとすると安手で上がられるし。まあそれでもドラしっかり乗せて、ちゃんと上がっているし、最後なんか役も結構つけてたしな。初心者にしては結構頑張った方じゃないか。えへへ、そうかな？うわぁこいつめっちゃちょろいな。よしじゃあ次は役満狙おう。無理。それこそ初心者にはハードル高いって。いや無理だとか無駄だとか言い訳して、上手くなれると思ってんのか？ああ、変わっちまったなレンさんよ。前はそんな言い訳しなかったのによ。わかった。やる。じゃあ役満上がるまでアモアス禁止な。いいよ。その代わり役満上がれたら今後マージャンの担当はマリサちゃんが責任持ってやってね。え？やってね。はい。じゃあ早速やっていこうか。煽るんじゃなかった。今回は3人マージャンの卓だぜ。19自敗から切っていくのは、セオリー通りか。ピンズが揃っているし染めてもいいかもしれないな。うん。これは染めて鎮一狙おう。バシバシピンズ入ってくるな。これなら役は比較的簡単にできそうだね。あとは役満にする方法だけ。無理に狙わなくてもいいんだぞ。さっき言ったのは冗談だし。嫌だ絶対役満上がる。こういう時のこいつ必ずやるんだよな。神茶先輩早いね。大丈夫のうちはおそらくマンズかピンズが私たら出ることはほぼない。私も天体できたら勝負はボブ。十分戦える。お前本当に初心者か？初心者だよ。要はゲームを理解して知識を生かして戦うだけ。あとは気持ちの問題だよ。ここは確率の高い方にかけるか？3面待ちで山に9枚あるなら引けそうだね。来た。その後安手で上がられたけど点数をキープしてトップ目で終わったのだ。え、なんで？これは運が良かったね。どれか一つでもかけてたら13班には届かなかったし。でも、約束は約束だよね。うぐ。そういうわけで、麻雀はマリサちゃんが責任持って担当してね。しょうがないな。やってやるか。では次は同日別試合の一局をどうぞ。面はオーラストップ目で迎えた最終局面。今回自敗多めだな。入ってくる牌によってはツイストを狙ってみるのもありだね。その気配はみじんもないな。こうなるとこいつかとんだけで早上がりかな。もうトップで上がれば勝ち確定だからな。無理して深追いする必要もないしな。ここは早上がりで無難に勝ちに行くか。いや振り点になってるから本一だね。勘はしないんだな。役もつかない林間はドラが増えるだけだからね。下手したら相手にリーチかけられて裏ドラで持ってかれる可能性まである。私はしないかな。ポンしないってことはあくまでリーチか。数ピン積まれたら普通にドラつくしね。泣く意味はないね。これはありだな。9ピン来たら1通尽くし。よし、積もった。いやー、最後は抜きドラに救われたなー。と、今回はここまで。次の試合は他の役満狙いに行くよ。麻雀も頑張っていくんで、チャンネル登録高評価よろしくお願いするんだぜ。それじゃまた。